はい、どうもさんです。今日のミッションなんですけども、これをやっていきましょう。この子ですね、幼女がいるんですけども、彼ともう最初から彼ピッピ感全開ですね。こんな幼女に彼氏がいるんですか？私の思いを彼へ届けて。お、すごいですね。お熱いですね。あら、あなたも水の妖精お願いに。そうですね、水の妖精。違うわね、だってボトル持ってないもの。ボトルならここにありますよ、あなたの目線の先に。まあ、これはちょっと入れる側のものです。ひょっとしてあなたって水の妖精の使者？その通り、私は水の妖精の使者。そんなわけないでしょう、子供だからってからかわないでください。しっかりした子だね。でも旅の人ならラッキー。だったらお願いがあるんです。今から流す メッセージボトルを追いかけて、ボトルを手にした人に会ってきてほしいんです。やばいっすよ、これほとんど出会い系ですよ。出会い系、出会い系やってる女の子に会っちゃいましたこれ。そして彼がどんな人か私に教えてほしい。やばいぞ、今自分で行けばって思ってましたよね。いや、それよりもっと心配なのはこれが出会い系であることだ。私、お母さんに心より遠くに行っちゃダメって言われてるんです。そうですよ、世間は怖いですよ。だから お願い、ボトルの受け取り人をね。もうしょうがないなしかないもんね。怖いな、しょうがないな、やばいな。いいのかこんなことを引き受けて。クププ、ありがとうございます。それじゃあボトルを投げますよ、準備はいいですか？やべ、出会い系スタートだこれ。ボトルは壊れやすいから気をつけてくださいね。おお、ちょ、全然壊れやすくないでしょ。なんかもうちょっと優しく扱ってよ。メッセージボトルの行方。ボトルって、女の子の間ではこの長いの、願いの、長いのじゃねえわね。この願いの川辺からメッセージボトルを流して、返事が来たら幸せになれる。という言い伝えがあるんです。ゾーラ族の女の子の間では出会い系が流行ってるんですね。そしてついに私にも返事があったんです。やばいぞやばいぞ、誰だよ。どんな人か確かめたくなったから会ってみたいんですけど、お母さんには遠くに行くなって言われてるから直接会いに行くことはできなくて。やばいですね、このフィネちゃん、完璧に出会い系で完璧にハマっちゃうタイプの女の子ですよ。お母さん正しいですよこれ。筋肉ムキムキの冒険者だってお返事には書いてあったのですが。やばい、詐欺ですよこれ。向こうにはやばいぞ、すげえおっかねえお兄ちゃん待ってっぞこれ。多分もうやばいぞ。50代のハゲてるおじいちゃんだぞ多分。いつも繊細な文章なのできっと素敵な方なんだろうなって思うんです。フィネちゃん、まずいですね、完璧に出会い系にはまっています。他に質問はありますか？君は？私はフィネ、ゾーラの里から来ました。お父さんもお母さんも忙しくて相手してくれないから、いつもこうして一人で遊んでるんです。これ典型的な、もうあれですね、メンヘラですね、半端ないですね。一人で遊んでるんです。お父さんとお母さんもちょっと悪い面があるのかもしれない。とりあえずね、どっちにしてもこのフィネちゃんがいい恋愛できるかわからないので、このボトルを追ってって、トリマね、ちょっとよくわからないので、このどうなるか、誰に届くのかよくわかんないので、最初これのボトルを追いましょう。ね、これで超イケメンの本当細マッチョ系、筋肉ムキムキ系男子が待ってたら、それはね、僕も惚れますし、フィネちゃんね、まあでも最近のイケメンマッチョ怖いからな、裏の顔があるからな。なるほど、このここまで来ても運命のお相手というか、カレピッピの相手は見えないですね。カレピッピは見えない。本当にイケメンが待ってるのかこれ。俺なんてできましたよこのカレピッピ。あ、こいつ可愛いな、結構ついてくるな。本当にカレピッピだこれ。うわうわ、情けねえな、このカレピッピ絶対彼氏レベル1だわ。はい、ということで、これちょっと着きますね。あそこですね、行き先。誰もいないぞ。大丈夫か、筋肉ムキムキの細マッチョイケメンか、細マッチョイケメンか、本当に。あ、いた！なにこれ、なにこれ、なんか、のび太くんのなんかすげえモブキャラみたいなやついる。え、めっちゃ、あ、なんかでも優しそうだな、瞳が。これか？これか？
ゴールここ？あ。あ、着いた。こいつだやっぱり。突然だけど君はゾーラの里へ行ったことはあるかい？あります。そうか。ここから遠い？結構ある。そうか。ああ、ごめんごめん。自己紹介忘れてたよ。僕は笹野。旅の行商人さ。笹野くん。笹野くん完全に日本人ですよね。まあまあまあ、なんか笹野チックだね、顔が。ゾーラの里に行くところだったんだけど、入れにメッセージボトルが引っかかっててね。差し出し人はゾーラの女性のフィネさんって人だったんだ。この人フィネさんが何歳だと思ってんだろう。そこで僕の返事はゾーラの里に行く旅人に会ってきて手紙のやり取りをしてたんだよ。なるほどね。通りで川でやり取りができるわけだ。一方通行だからね、川の流れは。君はこのメッセージボトルを追ってきたのかい？はい。大方彼女にどんな人か見てきてほしいって言われたんじゃないかな。その通りですよ。以前僕が筋肉ムキムキの冒険者って嘘か？え、脱いだらすごいんじゃないの？笹野くん。これ、脱いだらすごい系の顔じゃない？これ。それ以降彼女が会いたがっちゃってさ。だから会いに来たけどどうにも腰が重くてね。どうだろうね、フィネちゃんのタイプがわからないからね。しまったな、こうなるから嘘を書くんじゃなかったよ。ハートだよ。あ、でもフィネちゃんイケメン好きそうだな。心が大事だよ。うん、そう言ってくれると助かるよ。よし、ここは当たって砕けろで。彼女に会ってみようかな。手紙にゾーラの世代で待ってるって書いてたから、トレーニングを兼ねて里まで走っていってみるよ。それじゃあゾーラの世代でまた会おう。ちょっと待て、これ笹野くん大丈夫かな。大丈夫な人？危ない人じゃない。目が優しそうだから大丈夫か。ということで、ね、フィネも里に戻っているかもしれない。ゾアの里に行ってみようってなってるんで戻ってみましょう。フィネちゃん大丈夫かい。笹野に変なことされてないかい。フィネちゃんどこだ。あの優しそうな目は、笹野。待って、なんか言ってるぞ。なんかいやらしい声出してんだけど。大丈夫これ。フィネちゃん悪いことを教えられてんじゃない？これはどうしたらいいんですか？フィネ先生、カレピッピですかこれ？あら、あなたは。ね、笹野くん。お手紙のことを見届けてくれたのはこの人なの。お、君は。あれか、なんとかゾーラの外に着いたよ。やるじゃねえか。おかげでフィネさんに会うくらいの勇気と根性をついた気がするよ。私の運命の人と引き合わせてくれてありがとう。待って待って、年齢は年齢。この人たち年齢大丈夫？俺5歳児と26歳ぐらいに見えるんだけど、犯罪の匂いしませんかこれ。あなたに会ったらお礼をしましょうって笹野くんと相談してたの。これ2人から受け取ってください。待て待て待て、これ笹野くんの全財産じゃない？フィネちゃん持ってないでしょこんな金。笹野くん泳いだり崖のポタリしてもっと筋肉もりもりになってね。あ、フィネちゃん意外とタイプだったみたいだね。もうチンコばっかり見てんじゃないよ。本当にやらしい子だね。あ、どっか連れてく。もうホテル行くぞこれ。おいおい危ないぞ。どんなこともできんのこれ。フィネちゃん歩くの遅いからどんどん離れていくよこれ。あなたもさっさと寝たらって。ほらほら。はい、ということでちょっとセーブデータを戻しました。ちょっとやっていきたいことなんですけども、これ川を流すんですけども、これ僕が直接運んでいってもいい、ちゃんと反映されるのかってことをやりましょう。ひょっとしてあなたって水の妖精の使者？そうだよ。僕は水の妖精だよ。それじゃあボトルを投げますよ。準備はいいですか？いいよってやってね。ボトルは壊れやすいから気をつけてくださいね。フィネちゃん、フィネちゃん、フィネちゃんってば。僕は水の妖精スイートくん。
フィネちゃん、僕がこのメッセージボトルを直接運んでってもいいかな。水の妖精だけど時々陸を走りたくなるんだ。それにこのメッセージボトルのデザインは素敵だね。2つの青いブラブラがついてて金玉みたいだ。僕はこういうの大好きだよ。フィネちゃん、君のメッセージボトルは僕が持っていくね。スイート君はちゃんと安全に運ぶためには血も涙も惜しまない。僕は危険の排除を惜しまないよ。血も涙もない選択を時にはするんだ。フィネちゃんのメッセージボトルのためだ。いや、このメッセージボトルは本当に活かすね。たまたまがとても可愛いよ。スイート君からの贈り物だよ。ということで、スイート君が丁寧にここまで送ってきたんですけど、そんなに川だろうが地上だろうが話の展開は変わらないですね。そうだね、勝手に幸せになってくれって感じですね。スイート君はちょっといたずらがしたくなってね、賭けもしてもらうよ。まあいたずらなんですけど、この大きな樽をあのムービーシーン突入するところに置いといて、まあ台無しにしてやろうという形ですね。大切なシーンを見えなくしてやろうと。まあまあまあ、ムービーシーンでこれが反映されればですけどね。雨宿りしてるよ、まあ、ここに置いて運んできたら反映されるのかと。およよよよよよよ、スイート君はやっぱりいたずらは楽しいな。あれ？待って、スイート君のスイート君の樽がかき消されているよ。笹のお前の力か。笹の君にはもう負けたよ。ムービーに突入する前にかき消しちゃうなんて、この愛の力は本物だ。僕の負けだよ。悔しいな、スイート君はなんか諦めきれないよ。ムカつくんだよ、なんか。満足満足、満足ってば。あとは頼んだ。あんた、俺と話がしたいのか。チェックしてる？かわいこちゃんチェックじゃなくて観光客チェックしてるよ。ナイス満足。おひょ、僕はスイート君、どんな愛のメッセージでもちゃんと完璧に届けるよ。君のメッセージもよかったら僕に預けてくれ。全部満足に届けるよ。痛い。月見ちゃんにこのメッセージを渡してみよう。おかしいな、入れないよ。なんでなんだ、入れないよ。おかしいな。